去年優勝候補と言われていた名古屋大学エアークラフト。学生記録を狙いに行きます、うん、ビッグフライトを期待される中、名古屋大学エアークラフト琵琶湖の空へ。うわーすごい、これは穏やかに。その直後、足引っ込まない。そうですね、足が今そのまま出ている状態ですね。戻せるのかどうか。飛んでいる。左に大きくずれて、このまま着水です。なんでよ。結果はまさかの99メートル。福原くんの鳥人間に対する思いは人一倍だった。自転車に自作の翼をつけて遊ぶほど空に憧れていた少年時代、鳥人間コンテストを見ては自分で考えた飛行機の絵をたくさん描いた。さらに中学校に入ると陸上部を選択。その理由が、将来鳥人間コンテストのパイロットになるのを見越した体力作りのため。ビッグフライトを成し遂げ、長年の夢を叶えてやろうと挑んだはずなのに、結果はついてこなかった。大会後、福原くんの様子はどうだったのか。お母さんによると、夜その時のことを思い出すようで、悪夢を毎晩見てました。息苦しいっていうのをずっと言って、しんどそうでした。99メートル18でした。着水した瞬間の琵琶湖の生温かい水の感じと、自分の目の前で自分が作ったプロペラとかフェアリングが崩れていく、その音であったりとか、記憶っていうのがフラッシュバックして、すごく辛かったです。もうこれから先の人生、鳥人間はもういいかなと思いました。夢を諦め、自宅で引きこもる生活を送るように。そんな落ち込む福原くんを支えたのは、あの時もそばにいたチーム代表山田くん。最初は山田だったんですけど、山田がちょっと外を自転車で走りに行こうよみたいな形で誘ってくれて、本当に救われましたね。チームの一員としてのあれもあったんですけど、それ以前にこうやっぱり一人の大事な友達なので、こうすごいその彼の状態が心配で、サークルとは関係なく楽しいことを一緒に したいなって思って。山田くんをはじめ仲間たちの優しい気遣いで立ち直った福原くんは、鳥人間に再挑戦することを決心。過酷なトレーニングを積み重ね、去年以上に強い肉体へと仕上げた。さらに落下のトラウマは、プラットフォームと同じ高さの自宅のベランダで毎日イメージトレーニングして克服できた。そして4月初旬、この日は大会出場を決める書類選考の結果が届く運命の日。合格です。絶対これはビッグフライトだな。去年は自分の夢のためっていうのが一番大きかったんですけど、今年はそうじゃなくて、支えてくれたそのみんなに恩返しをするために飛ばなきゃならないと思ってます。さあ、名古屋大学エアークラフトのリベンジが今始まる。